はい、還暦ガーデニングです。青空です。綺麗ですね。今日は3月31日、金曜日ですけども、年度内最後の日ということで、年休消化のため今日お休みをいただきました。はい、今日はですね、じゃあこれから、庭がね華やいてきましたので、その様子を見ていきたいと思います。はい、まずこれはね、アジサイです。あまり私は好きじゃないんですけども、もうバツバツと切ってもこのように咲いてくるんですね。生命力ありますね、アジサイは。はい、そしてこちらがチューリップですね。私の庭に今年チューリップはねたくさん植えてますので、ここがまず第一グループですね。はい、それからこれが芝ですか、苔ですね。苔、何苔というのかちょっと分かんないです。ちょっとピントが合わないですかね。これもね、冬の間は枯れた感じになるんですけども、こうやって春になってくるとだん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 こう芽吹いてくるっていうんですか。はい、ちょっと写りが逆光的なのかな、こっちの方がいいのかな。ほらどうでしょう、こうカメラで分かりますかね。こうちゃんとこうほら緑色になってくるんですよね。こうやって、やっぱり春になるとこう緑がね、こう遠目に見るとまあ茶色が目立つんですけども、これまあ古い動画と見比べてもらうと分かると思うんですけども、ほんとかなりね、はい、緑が増えてきたんですよ。はい、こうやってまあ一部こう雑草もありますけどね、こう雑草はピチュって取っちゃいますね。こんな感じです。もうちょっと雑草ありますね、ここら辺ね。こういう雑草はねもう豆に取るんです、この辺の雑草もね、これはね踏み石っていうか、こう中に入るときにこうやってこう足を置くためのものなんですけど、はい、こんな感じですね。さあ、そしてもう華やかになってきた花たち、花壇。ちょっと天気が良すぎるので逆光かなんかわかんないですけどね、ちょっと華やかなんですけれども、まだ花が咲いてないやつがあるので華やかさがいまいちなんですけど、まず最近すごく頑張ってるのがこちらです。これ一気に咲きましたですよね。前回の動画と見比べてもらうとわかるんですけども、ここの3グループ1、2、3、これ鮮やかに咲いてます。これ一番花壇の中で綺麗ですかね。で、期待してるのがこれなんです、これが華やいでくれればすごくいいんですけども、華やぐ様子がないんですよ。この根っこは強そうなんですけどね、頑丈なんですけどもね。で、ちょっと離れてこちらがいるんですけど、これがもっとこっちにこう、この黄色のパンジーですかね、ビオラかな、これがもっとくっついてくれてればもっと良かったんですけども、まあここになんか植えますかね、新たにね。で、単独で頑張ってるのがこの白い花たちなんです。これ頑張ってるのが、で、これはよくわからないんです。これとかてきました、ここ。これね。これが満開になるかどうか楽しみですね。そしてこれ何でしたかね。これも根っこは強いんですけども花の咲く様子はないんです。ここら辺はもう
これちょっと樹木、これもね、これとこれとこれ同じなんですけども、はい、そしてね、単独で頑張ってるのがこの黄色い花です。これは頑張ってます、すごく頑張ってます。はい、それからこちらの白もね、一気に咲いてきました。こちらも、はい、だこれとこれつながればよかったので、ここになんか一個植えると華やかになりますかね。あと少し頑張って、次頑張ってくれそうなのがこの赤い花たちなんです。これこの辺が、ほらこの辺が出てきたので楽しみです。そしてこちらもかすかにこのピンク色っぽいやつが出てるんですよね。これもどれだけ華やかが。そしてここ、あ、意外と咲いてました。これどうなんですかね、これ一気に来てほしいね。あ、この何でしょう、この赤い、赤は赤でもちょっとね、あ、いい感じです。これ頑張れっていう感じですね。はい、単独で頑張ってます。これあとこれを、これとこれとこれが同種類なんですけども、これまあ花は咲かないんでしょうけども、なんか何つですか、周りを盛り上げる、あの音楽でいうと低音バス的な感じの花として植えたんですけども、どれくらい頑張ってくれるかなっていう感じですね。はい、じゃあ次のところ行きますね。はい、こちらが、あ、チューリップ、ほら一期ですよ、チューリップ一期、一期一期です。その中でもひときわ先に生えてるのがこれです。もう花咲きそうです。第2位がこれですかね。え、あと他、これも赤くなってきましたので、これ赤いチューリップですかね。楽しみですね。はい、ちなみにこれね、玉ねぎです。玉ねぎ、はい、玉ねぎですね。はい、こちらが第3グループ、第3グループのチューリップです。はい、こちらもね、この辺はもう頑張ってます。でこれね、バラです。バラ、まあこれ切りますわね。はい、でこれはチューリップなのかなのかちょっとわからないんです。これもわからないんです。何かあれもまあなんかわからないんです。あそこに紫1個だけムスカリがあるんですよね。でこれが芝桜って言うんでしたっけかね。そして我が家今年ついに5年目ぐらいで初めて、はい、初めて咲きました、桜ちゃんです。桜、桜です。桜、どうですかね、桜、あ、咲いてますわ。もう何割方咲いてますかね、これね。うわ、今年初めて咲いたんです。これ毎年楽しみにしたんですけどもね、これ5年目ぐらいですかね、4年目かそれかわからないんですけどもね、ようやく咲きました。はい、そしてこちらはですね、これよくわからないんです、何の花か。はい、でこれがね、妻が植えたユリみたいです。これユリ、ユリ5個ぐらい植えたのかな、6個ぐらい植えたのかわかんないですけども、これもユリです。同じやつです。この間にあったのかどうか、ちょっともう草刈りいい加減なので、はい、で、あ、ここにもありましたユリね。こちらのユリでしょ、これもユリですからね。ユリ、これユリで、これもユリで、あともっとあるはずなんです、こっちにユリだけども見当たらないんですよ。ユリ3つしか、もうここにもユリ入れたはずなんです。これはこれ紙が挟まっているので、でも俺、草刈るときに買っちゃったのかもしんないな。ここにもあるはずなんです、これ、ここにも。はい。そして頑張ってるのが、孤軍奮闘というか、これ一番、我が家の庭の端っこに、ダメ元で植えたんですよ。頑張ってるね、これね。すごい頑張り屋さんです。はい。こんな感じでね、我が家の、ガーデニングを紹介しました。以上です。